今日はチャミューカレーという元旦那さんの弟さんの嫁さん、つまり元義理の妹から習ったカレーなんですけど、以前そのチャミューカレーとしてそのカレーを食べれるライブっていうのをやったことがあるんですけど、結構好評だったので今日はそのカレーを作ってみたいと思います。簡単なカレーなのでね、ぜひ試してみてください。ではどうぞ。はい、まず材料からですね。ひき肉 200g と玉ねぎ中が2個、そして鶏もも肉2枚と人参中2本と、お好みですけどじゃがいも2個としめじが2束ですね。はい、では材料切っていきます。玉ねぎはみじん切りにしますね。うちの子たち多分玉ねぎのみじん切りもできないと思うので、まあ切り方からちょっとやっていきたいと思います。はい、上下のヘタを切っていきます。ゴミ箱にね。で、この玉ねぎも半分に切ります。はい、こっちもね半分に切ります。で、この半分になったものから切っていきますけども、こうやって切り込みを入れてですね、一番下の方だけちょっと残しておきます。そうするとバラバラにならずに済みますので、こんな感じ、下だけちょっとだけ、このぐらいですね。はい、ちょっとね、カメラを私首から下げながらやっててですね、非常に手元が見にくくて、いつももうちょっとスムーズに切れるんですけどっていうちょっと言い訳をしてみました。あ、外れたやつね。はい、シャッシャッシャッと切って、はい、ポーイってね。はい、今度はこっちの向きで切り込みを入れていきます。さっき残した部分と同じぐらい残して切ってきますね。手がね荒れるのでね、私いつも料理するときこんな感じで手袋してますので、これもまた言い訳になりますけど滑るんですよね。はい、で今度はこの向きで切っていくとみじん切りができます。はい、こんな感じ、切ったやつからポイポイと下に落としていきますね。本当に大雑把なんですよ、やり方がね。すみません、もう料理人の方が見たらね、なんてやり方をしてるんだと思うんですけどね、きっと。はい、この下の方は、はい、もう切れないね。はい、はい、みじん切りですっていうアピールです。で、今度残った部分を、あ、おい、ちょっとね、まだ切ってないよ。はい、戻しました。切れてないところちょっと拾ってですね、ここでみじん切り、結局こういう切り方するんかいっていうね。はい、こんな感じでみじん切り残ったのに、うまくいくときはね、スムーズに全部こう綺麗にみじん切りできるんですけどね、すいません、今回ちょっと失敗しました。はい、こんな感じでみじん切りをしていきます。これあと全部やるんですけどね。はい、こっちもね切り込みを入れていきます。で、こっちも切り込み入れるんですけど、こっちなんか全部切っちゃってますね。あらあら、バラバラになりそうなんで、切っちゃった時はもうしっかり押さえながら切ってくださいね。そうするとみじん切りが手早くできます。こういう時もラーメンってことね。はい、みじん切りね。はい、で、全部下に落としていくっていうね、非常に大雑把な、私いつも料理こういうやり方なんですよね。で、残ったやつもみじん切りです。はい、こんな感じでみじん切りができました。大きさかなりバラバラです。もうあんまり大きさが違いすぎるのであんまり見せなくていいよ。はい、ということでね、もうあんまりアップにしなくていいよ。ね、はい、バラバラ、まあ、いいんですよ、煮込んじゃうので大きさはそんなに気にしません。はい、深鍋に入れていきます。私はオリーブオイルを入れてます。ちょっとヘルシーにしたいのでオリーブオイルを敷いてから入れていきます。で、ここでちょっと軽くね炒めていきますね。はい、そこにひき肉も入れて一緒に炒めます。まあ、だいたい肉の色が変わってきたぐらいまではこうしっかり炒めたいんですけれども、途中でですね、まあ、火を弱めて私は次の材料を切ります。まずはしっかりと炒めていきます。最初は中火でいいかなと思いますね、ここはね。あんまり中火だと焦げちゃうので、まあ、中火で。はい、次は人参。この弱火にした状態で今度は次の材料を切っていきます。
皮むき器で人参の皮をむきます。で上下とねポンポンと切り落とします。結構大きいね。はい、もう一個もね、こちらももう皮がむいてあります。はい、でまた大雑把が出ますね。この2本一緒に切っちゃうっていうね。はい、ここで輪切りをさっさっさと切ってきます。結構大きさ違うね。バランバランですね。はい、これカメラがね、手元が見えないのでってまた言い訳しときますけどね。はい、大きさバラバラですけど、めげずに切っていきます。で、上の方の太いところは半分に切って、でそれでこう切っていくと、大きさが一緒になりますのでね。大体大きさ揃える感じで切っていきます。はい、こんな感じです。で、それも一緒に鍋に入れます。人参も一緒に炒めます。あれ落ちたね、今ね。と思ったら、入れるんかいって。はい、すいません。もう子供たちが見たら、落ちたやつ入れとるんかいみたいな。名古屋弁出ましたね。はい。で、これで一緒に炒めていきます。はい。その間に、じゃがいもも剥いていきます。昔はね、包丁を使ってちゃんと剥いてたんですけど、やっぱり皮むき器の方が薄くて早くできるので、最近はもうこればっかり使っちゃってますね。料理があんまり好きな方ではないので、まあ、手抜き、いかに早く楽にできるかばっかり考えてますね。で、目の部分はしっかりとくり抜いていきます。はい、くり抜けました。まだあったね。はい。でちょっと大きい目はね、一応包丁を使って切り抜いていきます。ちょっと画面から外れちゃってますけど、今度は一口大に切っていきます。お好みの大きさでいいと思います。あまり大きいと味が染み込みにくいかなと思うので、大体まあこのぐらいの大きさかな。小さすぎてもね溶けちゃうので、まあ、適度な大きさでいいと思います。はい、こんな感じですね。私は普段はジャガイモ入れないんですけどね、今回は娘がジャガイモ入れたがるので入れてみました。で、さっさと水ですすいで、ザルにあけます。はい。で、続いてお肉ですね。鶏もも肉を今回は使ってます。教えてくれたね、義理の妹はこの1枚そのままポーンと入れて、しっかり煮込んで、あと、事前に崩れるのを待ってましたけど、今回はもう時間短縮のためにもう一口大に切っちゃってます。たまに私この胸肉にしたりねしちゃうんですよ。ちょっとヘルシーなので、ちょっと大きいですねこの切り方ね。大胆な感じで、ね、包丁が非常に切りにくい、切れづらいねこれね。本当にいい包丁誰かください。本当に切れない。一応研いではいるんですけどね、すぐ切れなくなっちゃうんですね。はい、こんな感じで、大体の大きさで切っていきます。まあ、しっかり煮込めば崩れるのでね、はい、そのまま皮もこいってね。はい、これも一緒に炒めていきます。はい、鶏肉を投入しました。これも一緒に炒めていきます。弱火でずっとね、炒めてますもんね。はい。色がだいたい変わってくるぐらいまで。ある程度混ぜたらまたそのまま放置です。今度はですね、カレーのルーなんですけど、私はだいたい1個半使います。カレーのルーに合わせてお水の量注意してくださいね。はい、1個半なら1個半分のお水の量にしてください。はい、ここでお水を投入します。お水を入れたらもう強火にしちゃいますね。で蓋をして、はい、ここでしめじを切っていきます。しめじはもうヘタをポッと切るだけなので簡単ですね。でパッサーンと切りました。でまだちょっと煮立ってないんですけど、ここでしめじを入れちゃいましたね。
煮立ってからね、じゃがいもと一緒に入れちゃってもいいと思うんですけど、今回はちょっと早めに入れてしまいました。もう本当に大雑把料理なんですいません。適当すぎて申し訳ないです。はい、こんな感じです。で、蓋をして沸騰させます。はい、沸騰したらここでアクを取っていきます。アク取り私結構好きなんですけど、ちょっと取りすぎちゃうとお水が足りなくなるのでね、その分足したりしますけれども、はい、そのぐらいでいいかな。まだ取るの？まだ取るのね。はい。はい、ここでじゃがいも投入です。この時にしめじを一緒に入れてもいいと思います。ある程度混ぜたら今度中火にして、だいたい15分から20分煮込んでいきます。はい、煮込みました。火を止めます。で、カレーのルーを入れていきます。カレー粉じゃなくてね、本格的じゃなくてすいませんっていう感じなんですけども、ここでしっかり火を止めている間に混ぜ込みます。ここで混ぜが足りないとダマになったりするのでね、とろみがつくまである程度混ぜます。こんな感じですね。で、ここで一回ちょっと火をつけて、コーヒーを隠し味に入れます。コクが出て美味しくなりますのでね。はーい、混ざりました。で、ここで一煮立ちして終わりです。完成。